お、以前25連勤報告したらフブちゃんとスコバさんから転職を勧められ、この度新天地で頑張ることになりました。ラプ様ゆかりの地で頑張ります。栃木。いや、よかったです。脱ブラック。脱ブラック。ほら、皆さんのおかげで、こうして新しい新天地で活躍するスコンバが増えましたよ。栃木。栃木って宇都宮？え？違うか。待って。え、宇都宮あるのどこ？栃木？栃木県宇都宮市からですよね。そうだよね。あれだ。すーめば愉快だ、宇都宮があるとこ。すーめば愉快だ、宇都宮があるとこだ。餃子ね。そう、宇都宮の餃子食べたことないんですよね。行ってみたいな、宇都宮。美味しいものクラブで宇都宮行ってくれないかな。あ、こんな歌あるんですよ。知らない歌？嘘。え？ラプちゃん知ってるかな？すーめば愉快だ、宇都宮って。知ってるかな、ラプちゃん。栃木県民だけど、その歌知らん。なんやって。え？嘘、これって、栃木のローカルの曲じゃないの？知らない？え？嘘。県民だけど知らない。じゃあ何の曲これ？何の曲？何の曲これ？ローカルの曲だと思ってたんですけど。うん。でもローカルだと、前に検索した時に、回転焼きとかさ、皆さんあるじゃないですか。回転焼きとか二重焼きとか大判焼きとかあるじゃないですか。あれを見てた時に、東北の方だと、山形とか新潟とかだったかな。あそこだけ味満って言うんですよね。あ、そう、ベイクドモチョチョ。ベイクドモチョチョ二重焼き、大判焼き、今川焼き、二重焼き、ゴザソウロウ。で、東北の方だと味満ってあるんですよ。そう、味満、味満って。なんか急にさ、なんか、仰々しい名前の中から、味満っていうひらがなが出てきてさ、でもしかもそれさ、曲があるんですよ、皆さん。おいしいね。あったか、味満、おいしいね。ほっかほっか、味満って。なんか、そんな感じ。そう。あー、おいしいね。味満、味満、おいしいね、みたいな。え、知ってますこれ、ちょっとさ、県民、県民いません県民、いない？おいしいねか。あったか味満、おいしいね。ほっかほっか味満、おいしいね。味満。知らない？ちょっと、味満屋さん。味満坊。ほら、スーパーの出入り口で流れてるて。味満屋さん。知らんぽす？わからんわからん。ちょっと、味満。だいたい合ってる味満。初めて聞いた。あ、なんかね、東北では味満屋さんがあるらしいですよ。おいしいね。あったか味満、おいしいねって。ほっかほっか、味満って。ピンポイント、リズムが合ってない。ごめん、ごめん。中途半端ですまない。もう、うろ覚えなんですよ。こんな曲だった気がする。こんな曲があった気がする。YouTube の切り抜きで、河川さんっていらっしゃるじゃないですか。河川さんが、味満で大爆笑してるやつがあるので、それ聞いていただけると。確かな、曲流れてた気がする。そう。味満をね、検索した時にローカルであって、そう。味満って。スバちゃんとコラボしてくんないかな。でもなんか、味満屋さんあるらしくて。本当に味満屋さん。で、やっぱ秋田にも味満あるんだ。そう。ちょっと味満屋さん気になってさ。味満で検索した時に、味満切り抜きで。見つけて、で、味満の曲もあって、二重焼きとかさ、回転焼きとか、白髪二重焼き派なんですけども、白髪ちっちゃい頃広島行った時は、二重焼き食べてたのに、二重焼き派なんですけども、まあ大体世の中今川焼きが多めみたいな。うん。今川焼き、回転焼き、ゴザソウロウとかね。そう。大阪ゴザソウロウでしたっけ？あ、お焼き派もいるのか、お焼き派も。大判焼きもありますし、そう、いろいろね、もう各地読み方があると思うんですけども。ね、大判焼きだぞ！怒んなよ！そんな怒らないでよ！いろんな読み方あるんだよ！だから二重焼き、二重焼き派でした。はい。味満ソングっていうの公式 YouTube にあります。やっぱり！美味しいね。あったか味満、美味しいね。え、ほっかほっか味満、ちょっと味満。
味まんの歌。ちょっと待って、ちょっと聞くわ。聞いてちゃんと歌うわ、みんな。味まんソングちゃんと歌うよ。これ聞いて味まん屋さんに届け。味まん屋さんに待ってね。おいしいね、あったか味まん。おいしいね、あてて、あ、あて、おいしいね、あったか味まん。待って、ちゅんちね、あったか味まん。おいしいね、ほっかほっか味まん。おじ、あて、あ、違う、下がった下がった、ちょっと。おいしいね、あ、おいしいね、おいしいね、あったか味まん。おいしいね、ほっかほっか味まん。おいしいね、味まん、味まん、みん大好き味まん、みんな大好き味まん。これだ、みんな味まん。ちょっと結構、おいしいね、あったか味まん。おいしいね、ほっかほっか味まん。あ、ほっかほっか味まん。ちょっと下がるんだ。ほっかほっか味まん。ちょっと、おいしいね、あったか味まん。おいしいね、ほっかほっか味まん。おいしいね、味まん、味まん。おいんな大好き味まん、味まん、あ、みんな大好き味まん。ちょっと歌詞書き出すか忘れそう。待って、いや、いけるか。おいしいね、あったか味まん。おいしいね、ほっかほっか味まん。おいしいね、味まん、味まん、みんな大好き味まん。わ、これ誰かこれサンプリングして曲作ってください公式にどうですかって送りつけよう、みんなでさあ、みんなね、今日一日この味まんの曲が耳から離れなくなったことでしょうね。茨城にも味まん売ってる。味まんは、あの、皆さん大好き今川焼きとか回転焼きとか大判焼きとか餃子早漏とか二重焼きのことです。よろしくお願いします。なぜ知っているんだ。味まんを検索した時に唯一さ、この行々しいラインナップの中からさ、左です、なんかひらがなでさ、味まんですよ二重焼き、回転焼き、大判焼き、餃子早漏、味まんみたいな可愛い味まんって、こんなイメージですよ。すごい今誇張しすぎましたけども、わかります、ベイクドモチョチョ、味まん参戦みたいな。多分スバちゃんの味まる味まるの頭の中にあるからかもしんないですけどもさ、味まん味まんみたいな、味まんってなりますよね。はい、まあ、ということでね、本編より雑談の方がちょっと長くなった気がしますけども、味まんでした。じゃあ次は違う、ゲッティングオーバーイットしてたんだ。味まんの話してたんじゃない。